BK5 は第二次世界大戦中に開発されたドイツの航空機関法であるアメリカ陸軍航空軍を中心とした連合国軍の銃爆撃機に対抗するために開発された爆撃機群は防御体系としてコンバットボックスを構成しておりそれらによる防御機銃火力はドイツ空軍の戦闘機に苦戦を強いるものであった BK5 は 防御体系を組んだ爆撃機の重防御火力の射程圏に十分に間合いを取った距離からの攻撃が可能な長射程を有している。1943年にラインメタル社は3号戦車で使用されていた 5cm KWK39 戦車砲をメッサーシュミット目410ホルニッセール日星総発駆逐爆撃機に搭載する航空機関砲に改造する契約を受け負った。 この機関砲が装備された機体は、ラストボーザゼ4を示す目 410A-1U4 という名称を与えられた。実験的なものでは2機のメッサーシュミット目 262A-1AU4 ジェット戦闘機の試作機に実用段階前の類似の機関砲が MK214 として搭載された。BK5 の半円環状断層には22発の弾薬を収納していた。 約300門が生産されたが実戦での使用は限定的なもので、最も知られているのは、第26駆逐航空団、第2飛行隊に所属する ME410A-1U4 ホルニッセである。BK5 は長射程射撃を意図して、ユンカース 188P-4 夜間攻撃機にも搭載された。この機関法用にはメイ、ME412 標準のレビシー1 2 c 照準機に加えて、望遠照準機が取り付けられた。目410がしばしば巻き込まれることになる、格闘戦において起動する標的がいいと、望遠照準機の狭い視野外へ逃げられてしまうために、この望遠照準機は有効であるよりも、弊害の方が大きかった。目262に搭載された場合、この機関砲は、相談不良を起こすことがわかり、 夜間に発砲すると一時的にパイロットの夜間視力を奪う傾向にあった。ドイツ語のウェブサイトで言及されている1944年2月終わりから4月半ばまでソフト交戦した ZG26 大通飛行隊の報告書によると BK5 を装備したその駆逐航空団の53機のホルニッセが実施した5回か6回の迎撃で、 合計129機という膨大な数のボーイング B-17 と4機のコンソリデーテッド B-24 を撃墜し、その期間に同航空団が失った ME410 はわずか9機であったと言われている。ありがとうございます。